質問は人が怖いという心が取れない。あの誰でも彼でもじゃないんですけど、うん、あのちょっと昔のこと言っていいですか。昔、はい、私は男性が怖くてっていう話をずっと上田さんに相談をしてきたんですね。で、はい、本当にずっと何年も前にそういう話をした時にどういう人が怖いんですかって聞かれたので、もういかにも男性だっていう権力があって偉そうにする人が私は苦手で、むしろなよなよとしたこう中性的な男性は平気なんですっていう話をしたら、上田さんは私はその自分の感情というものを威圧的に押さえつけてるからでしょって言われたんですね。当時、はい、当時でその話にピンと来なくて何のことだっていう感じだったんです。でもその結局今もやっぱり変わってないんですよね。当時と随分ラッキーなったんだけど、やっぱりその女性の職員の威圧的なところを見てきたから、じゃあもう辞めはったら離れといたらよかったんですけど、とにかく寂しいっていうのがあったから切れたくないなと思って、職員に行こうかな、それかもうやっぱりこのまま自然消滅しとこうかなとか、でもやっぱ友達は欲しいからどうしようかなっていう、でも会うと気を使うし、なんか怒るんじゃないかな、急に怒るんじゃないかなとか思うし、やっぱそういうのってなくなったらいいなって、誰とでも普通に付き合えたらいいなって。はい、はい、でまずね、人が怖い、これは なんで怖いか、これはね決まってます。もう驚愕的に決まってます。なぜかというと、自分が怖いですか。はい、自分が怖い。いえいえ、自分と人がいた時に自分と人との境界線っていうのが必ずあるわけですよ、ね、それがいわゆるこの人がいとも簡単に自分の境界線を突破してくると、こう 思うっていうか、そういうふうに感じると怖くなるんです。その高圧的な人はそういうふうにしてくるんじゃないかと思うから。そう、高圧的な人は例えば何か機嫌が悪くなったりすると境界線を越えて例えば手を出してくるんじゃないか、責めてくるんじゃないか、自分を否定してくるんじゃないかっていうふうに思うってことです。その職員はその結構気に入らないとそのオーラが出てたので、みんながそれを怖がってたっていうことは、みんな同じような思いを持ってた、みんな同じようなものを持ってたっていうふうに言うと、そうですね、みんな同じようなものを持ってた、つまり境界線を飛び越えてくる、ね、これをこう感じた時に人は怖いっていうふうに思うんです。逆に言うと怖くない人っていうのは、ね、この境界線はね越えさせられることなんてないんだっていうふうに、ね、思っている人は怖くないんです。そんな人いるのか。そんな人はね、まあ、いますけど、そんなに多くはない。その境界線を突破してこないって思えるようにすればいい。そう、境界線をね、でも自分の中で例えば相手が正しいとかね、相手が自分のことを悪いって言った時に無条件で心を開いて受け入れちゃうところがあるってことなんです。それが水上さんなら小さい時にね、親がお前が悪いって言ってこう責めてきたと、その時に子供なんだから、いや私嫌だって言いたいわけですよ。でもそれを言わせないオーラがあるわけです。何や、いやって言ったらもっとひどい目に合わせられそうな気がするんです。ただこうね、高圧になりました、嫌だ嫌だって言えたら怖くならない、そんなに怖くなくなるんですよ。
今この世の中だからこんなねナイフ持ってわーっとねあの中3のねあの、うん、ああいうことが起きるようなことはめったにないし殴りかかってくることもめったにないし、ね、で嫌だってちゃんと言えたらそんなに怖くないんです。この世の中を生きていく上で境界線をまたがれることなんてないんです。でも自分の中でやっぱり無意識のうちにお前が悪いとかね悪い空気を作る。例えば高圧的な人っていうのはその威圧感だけで相手を悪いって思わせるわけです。思わせると悪いからだから相手から何かを言われた時に受け入れないといけないっていうふうに思わせてしまうんです。その人は自分の思いを通しやすくするために威圧感を身につけたんだと思うんですよね。でもそれは相手には相手の、ね、気持ちっていうのがあるじゃないですか。それをやってもいいかなとか嫌だなとかやってあげてもいい時にはやってあげてもいいけどとかねいろんな気持ちがある。その気持ちを無視して自分の思いを通そうっていう時に人は悪者にするわけです。それは別にねその水上さんだけじゃなくてみんな持ってる。みんなこの世の中って迷ってるからみんな持ってるんです。例えばね政治家なんでね野党ってなったらねもう反対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 じゃないですか。ね、与党のやること全部悪い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 、ね、なんであんな政治家ってね国をまとめていくような人でさえ ね悪いっていうことしか言わないんですよ。こういうことしたらいいじゃないかとかってね肯定的な意見を言わないんです。つまり悪いって言えば自分の思いが全部通るっていうみんな迷いを持ってるってことなんです。誰から教えてもらったわけでもなくみんな持ってるんです。自分が正しい相手が間違いだってなったら一方的に思いを通すことができると思ってるんです。で溝上さんも自分が悪いってなったら一方的に通されるっていうものを持ってるんです。だから怖いんです。つまり悪いって言われるのが怖いんです。そのじゃあこれから先ねその人と付き合っていった方がいいのか。それは付き合った方がいいですね。やっぱりこういうことをちゃんと付き合えば怖いっていうふうに思うことが減っていくわけです。ただ威圧感があったとしてもちゃんといやまあその軽くねいや そんな言わなくてもねとかやめてとかって軽く言えるようになるっていうかね。その一言言うだけで止められるんですよ。なんかねその今ってちょっと前から割とこの寂しいっていうのが軽減した状態なんですね。そのそんなにそこまで、ねはい、もう何とも言えないっていう感じがないんですね。不思議なことに。でもその人が辞めた時はそういう状態だったからまだ今だったらそんなね辞めたら辞めたでもそのままだったのになぜかまたやっぱり連絡取ろうよって私から言っちゃったから言わなきゃよかったなと思うんですけど、まあでも自分にとっては弓道にとってはお付き合いする方がいい。そうですね、弓道にとってはお付き合いした方がいいし、やっぱ訓練ですよね。ちゃんと境界線をきちっと守る、まあね、境界線を守るっていうね訓練をするってことです。それがきちっとたとえ高圧的な人であったとしても境界線をねまたがせないっていうようなことができるようになればねすごい自信になるんですよ自分の中で。境界線をまたがせないって具体的にはどういう。境界線をまたがせないっていうことはね例えば相手が不機嫌になりました、自分が悪いっていうふうに感じました、そうすると心の扉をポンと開いて何でも通しちゃうみたいな感じ。これが起きるのが怖いんです。相手が実際にやってくるかどうかじゃないんですよ、うん、自分が悪いかなって感じね。例えば相手がこう威圧的になったら自分が悪いって感じたポッと開いちゃうと、これがまずいわけ、うん、例えば相手が威圧感が私が悪いのよって認めちゃうっていうこと。そうだからそういう時にはいや別にねこの人は怒ってるのは私とは関係ないことだからっていうことでこう自分の理解を変えていくっていうね、やっぱり心はちゃんと閉じたままにしておくっていうか。そうですか。で
連絡するかどうかをね迷ってて、まあ、今度ご飯に行こうよっていう話になってるんだけど、それからは連絡しないですけど、まあ、上田さんに聞いてから別にもう自然消滅で付き合わなくてもいいよって言われたらそうしようと思って、でそうやって言われるやつと付き合い続けた方がいい。そうですね、それは人が怖いと思う心を克服するために付き合った方がいいってことです。克服したいやっぱりあるんですよね。はい、まあ、だいぶ減ったなってわかるけど、でもやっぱりあるから、じゃあそれはそうします。はい、いいですかね。時間がでもよろしいですか、もう一つ作っても、時間なかったら今回にします。もう一つ。もう一つ。